はい、今週もやってまいりました。運動神経ゼロの男が何日間トレーニングしたら 100m 10秒台になれるのかという企画でございます。今週もやってまいりました。今週もね、格闘技の練習からですけど、あくまで足が速くなるための、体作りのトレーニングとして格闘技を始めております。自分の強みとか、今までやってきた動きの中で何が特徴なのかなって思い出す作業ですね。で、最近重視でやってるのがこのメニューですね。空手の動きなんですけど、足の蹴り上げっていう動きですね。体のねじれとか、大腰筋をこうの引き伸ばして体の体幹部の動きを、末端に伝えるっていう練習を重視して行ってます。おお、なんか最近すっごい競技場行きたい気持ちが強いなんだろう、やっぱりオフシーズンってすごいトレーニング自体が楽しいよね。で、今ね、先週からやっぱりちょっと自分の体に合ったような、自分の体を使ったらどんな、形だと一番出力が出せるかってことをちょっとミックスし始めて、こうなんかね、体がガーッとこう回転する感じがして、楽しいですね今ね。まあ去年はね、ちょっとあんまりこう基礎をしっかりやっていくっていうのをイメージしてやってって、なんか結果出なくてこう練習してもつまんねえなみたいななっちゃった時期があるけど、ちょっと冬でやっぱり回復できたのでね、なんか今シーズンはね、こうシーズン中もこんな気持ちでいきたいよね。まあでも今は、まあ今回のトレーニングするにあたってのやっぱり、思ってることとしては、まあ形は崩れてもいいから進む、速く走れるっていうフォームと、まあ去年までやってきたこうしっかり足が流れないで反発もらってみたいなところを、まあ、いかにミックスするかって感じだよね。結構こう骨盤優位で動かして地面蹴っていくとピッチ上がるんだけど足流れちゃうみたいなね。そこはむずいよね。例えば腕振りでも、なんだろうな、結構俺最近手を振る位置を下にしてて、下にすると結構骨盤の動きがこう誘導されやすくて、あのピッチが上がるんだけど肘は伸びきっちゃうと。でも肘をしっかり曲げてちょっと上の位置で振ると少し肩が上がってしまったりとか、地面の圧が薄れてしまったりとか、なんかね、その辺のいいちょうどいい位置みたいなところ、自分の体を使って一番こう力を埋めるけど崩れてないみたいなところを探していくのが最近ですね。徐々にあれだな、もうシーズンもなんやかんや近いからね、もう人とガンガン走っていかなきゃいけないということで、今日はあいつが来ます、あいつが来てくれます。まあケンちゃんも来るんですけどね。まあ一人で走るときとかはもうロングをしっかりやっていく、まあ今日もできたらロングやりたいな。こうやって人と競ってしっかり短い距離をガシガシやっていくのも大事にしたいと思います。あ、楽しみだ。競技場行くのがこうワクワクするんですよね。30歳ですが、競技場に行ってただ走るってことを想像しただけで興奮が止まりません。行ってまいります。完全オフじゃん。ございます。辛いっす。キャラが分かんないし。ちょっと今撮られたらやばいっすよ。アウトローだから。昨日警察沙汰の事件起こした。絶対日本の99% の人はアウトローって言ってると思います。アウトローって言わないと思う。絶対。じゃあこれ勝負するこれ。だってお前西東京住んでるでしょ。なまりがあるからさ、西東京なまりだろ、アウトロー西東京の人アウトローの言い方こだわってる。俺23区だからさ、アウトローなんだ。アウトロー、ちょっとこれコメント欄でもしかして初ピラミッド層2セットをやろうと意気込んできました。もうようやくだね。1セットは何回もやってんもんね。まあ本来ね、ムツゴロウさんが上げてくれたのは2セットだったからさ、これできたらムツゴロウになれると思うさ。ようやくムツゴロウ。ムツゴロウすごくない、うん、まだムツゴまでしかいけないもんね。なんかあの報酬あるんですか、ムツゴロウになる。ムツゴロウになると可愛がってもらえる。可愛がる方です、ね、いやちょっと怖いけど、インターバルちゃんと取ってたね。でも今こうやって回してるのは1セット終わった時にいやもういいやってなっちゃうのを防ぐために取ってる
編集でね、なんとでもなるから。まあね、まあ、これさえなくすことできるからね、俺ね。いやでも今日はやりますよ。今証人がいるからね、ちゃんとね。いや今日普通に豪華だからさ、みんな早いじゃん、うん、結構11秒前半10秒台しかいないわけじゃん、うん、今日、まあ、ちょっと引っ張ってもらって。君も11秒前半だよ。は？俺も11秒前半だよ、もうただ12秒4なんだって。大学生と走る30歳のおっさん、いいね。いいね。なんかマジで気合い入るね。いや、今日は30歳代がマジョリティだから。確かに。ちょっとくっついていくわ、うん、学生に。行こう。まあまあ、ちょっとこのスピードでね。無理無理無理。大人の。いや、大丈夫ですか、疲労はあなたたち。いや、筋肉痛やばい。ハムやべえ。疲労のあれが来てるわ。この時期にあんなするもんじゃない。いや、普通に遊びだからね。楽しいからみたいな。でもこれもピラミッドスも結構楽しいよ。いいね。いや、俺も最近楽しいんだよね。早かった、くっついてたもん。よかったっしょ、うん、さあ 150m、 今日はピラミッド走初めての2セットにチャレンジしています。まあシーズンが近くなり、これ11秒出さないとというプレッシャーがそうさせるのか。お、隙あらば食ってやるぞ、そういったばかりの力強い走りだ。普通に速い。麦谷に結構並んでる感じか。いや、まあまあきつい。まだ2本目これ。まだ1セット目の半分も痛いですね。これ5分の2ですか、まだ。あ、10分の2ですか。そんなもんですね。100、150、150、100でいい。あの、これのとこだけでいい。見せてきつ。いや、あの、本当自分たちのトレーニングあると思うから、これ俺のトレーニングに付き合ってくれてるわけだから、それぞれ来るとこだけでいい。200をやることを視野に入れたらやらなくちゃいけない。頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっとくるちゃんいいぞ大抜きいいんじゃないか。走れ、後半崩れない。ちょっとこれこれアングルむずいな、これ突破。いや、北海道から来ました。メントスコールお願いします。コラボレーションお願いします。あなたこの大好きです。あなた愛してます。大好き。事務所通してもらって。いや無理です、もう来たんで、来たんで、ここに来たんで。絶頂でプロター、絶頂でプロター普段大丈夫ですか。大丈夫です。にっくりかけた。あれ、あの人死んでるけど。あ、なんか何してるんですかね、あれ。何やって、うんこしてんの。うんこしてんのかな、あれ。うんこです。綺麗してるよ。疲労が。あれ、コメントなしですか。あ、今回の100ギリギリフレームに収まってましたよ。本当？はい。じゃあ OK だ。ケンちゃんとシダパンがちょうど左右に。いつもいなくなるやつね。はい。ギリギリ収まり続けてました今回。いいカメラマンの俺は。2セット目っす。はい。30分以上休んだ。だいぶやったね。だいぶやった。いや、ちょっと行きますか。いや、やるよ。あの2セット目やんないと思ったでしょ。やるよ。もうお腹空いちゃったもん。俺もう今日やんなかったら一生やらないの多分2セット目。でもこれはちょっとレストちゃんと管理してやろうぜ。そうだね。ちょっと2セット目特に冷えたわ。よし、ちょっと出力出ないって意味ないもんね。冷え冷えなみ青生地知ってる。カットしないから出るけど。あの、なんだっけ、アイスエイジって。アイスエイジ。
赤犬に負けちゃうやつでしょ。そう。いいんですよ。走り出しています。はい、イエース。伊勢里。さあ、前出るな。前出るな、シダバンか。シダバンだ、シダバンだ。行け行け、気張れ、気張れ。いいね、先頭集団の動きが良かったですね。いいぞ、シダ、シダバンいいぞ。いいぞ。いいぞ、シダバン。シーンです。シダパン、シダパン、シダパンと現在ね、あのムグタソチャンネル の僕がカメラマンしてるんですけど、僕シダパンチャンネル のシダパンってやつ好きなんですけど、まあ、僕の声にしてくれませんかね。シダパン、ファイトでーし、ファイトでーし、シダパン、ファイトでーし、シダパン、ファイトでーし。いいですね。ケツでギャッ。塩塩。ファイトでーす。全然スピードが出ませんね。1セット目のがきつかったもん。なんか出せてないから普通に終えちゃって、うん、そうなんですよね。僕も距離長くなってくる。300超えてくるともう出力出ないんで、もう逆に楽っていう。そう逆に楽になりますね。これやれてないなって、今終わった瞬間に立てたから、これやれてねえわって。1セット目きついんですよね。スピード出るから。これダメだな。やっぱや2セットちゃんとやりきるって相当技術必要だ、はい、行こうぜ。そう、じゃあ次出すわ。ぶっ倒れるぐらいで、結構最初突っ込んだ方がいいですね。そうなんです。50ってがっつり加速しちゃう。50はもうマックス。うん、そこからフロートって感じです。オーケー、ファイトでーし。あれ、後半2本はね、ちょっと走るの見ながらね、喋っていこうと思うんですけど、いや、きつかった。きつかったね。マジで。シダパン史上の普通の通常トレーニングとして一番火力あったんじゃない？まあ、企画でね、なんか、こう、違いな本数走るみたいなのあるんだけど、いや、やばかったね、これは。本当にきつかった。でもまあ、陸上ね、中高大と学生時代やってる人は、この倍とか3倍のメニューとか、普通にやってきてるらしくて、マジで陸上選手行かれてんだよ、マジで。行かれてんのよ。いや、だって俺も立てなかったもん、終わった後。ぶっ倒れたもん。しばらく立てませんでした。しかも、後半のね、5本なんて、なかなかこう、スピード出せてなかったし、後半フォームを維持するっていうところもね、このメニューの大事なところだと思うんだけど、結局バラバラになっちゃってたしね。そういう意味でも、このメニューをね、ちょっとまだまだやりきれていないので、もうこの地味できついトレーニングはね、継続しようと思うんだけど、なんか、前のね、去年の俺だったら、これ飽きちゃってたと思う。つまんねえなって思ってたと思うんだけど、うん、去年、もう敗北、出る大会出る大会全部絶望で、やる練習やる練習、継続できなくて、で、新しい方法にまた飛びついて、ブレにブレまくって、何を自分が学んでるかもわかんなくなっちゃって、何が分かってないのかもすらわかんないみたいな、もう、ほんとドスランプに陥った俺だからこそ、今本当にベーシックな、ただしっかり走り込む、フォームを維持するとかの練習が、楽しくてしょうがないのよ。なんかそれは、去年一番負けた俺だからこそ、楽しめてるのかなっていうのはすごく思うんですよね。ブレにブレたからこそ、同じメニューをしっかりやることの大事さは、去年誰よりも学んだはずなのよ。なんかよくさ、うまく、人生でうまくいかなかったこととか、失敗が、この先のね、将来に必ずつながるからとか言われるじゃないですか。うるせえよって思ってたんですけど、俺もうるせえと思ってたんですけど、なんか、失敗が必ず将来につながるから信じて、元気出してねっていう方針で考えるの俺は好きじゃなくて、やっぱり、この先の行動、結果で、周りに、あの失敗があったからこそシダパンがこうなれたよねって言わせてみせるとはずっと思ってるんですよね。なんかそのメンタリティは絶対大事だと思うんですよ。で、それを強固にするために常に自分が思ってるものがあって、それは、you
俺にしか見せれないもの絶対見せるっていうのを決めてるんですね、俺の中で。特に YouTuber として決めてることで、やっぱりこう結果がね綺麗にバシッと出れば一番 YouTuber としても綺麗だと思うし、アスリートとしてもね正しいと思うんだけど、でも俺にしか見せれないものを作る上で、どの経験とかどの物語の結果もう過程として、その時振り切って恥ずかしげもなくさらけ出すことで、それがオリジナリティになって、その先の結果をすごく肯定してくれる失敗になったり、すごい要因になる成功になったりとか、こうちゃんとね大げさな要因になってくれるんだよね。だからなんとなく去年がまあそれなりに基本もやって、新しいこともやってバランスよくやりましたっていうんじゃなくて、俺はもうこれで、去年はこれをこれで勝負する、これでいく、絶対結果出すって言った挙句の大爆死だったんで、だからこそ失敗したなあいつってみんなに思われてるからこそ、だって中途半端な挑戦しての失敗だったら、なんか人によってはまあ別にそんな失敗じゃなかったんじゃないとか思われるかもしれないけど、誰がどう見ても超大口叩いて失敗したじゃないですか。だからこそ失敗した前提でっていうのはみんなの頭になかって、だからこそその前提で今年の結果を見てもらえるっていうのは、今年のもう一回言いますけど、また大ボラ吹くかもしれないけど、大口叩くけど、絶対に俺は今年結果出すんで、そのね、しかも結果っていうのは11秒台を出すっていう、もう平凡なものだけど、俺にとってはもう大チャレンジだから、絶対に出そうと思ってるんで、出すので、だからこそ去年の大爆死、超大恥は、俺にしかない、こう、トッピングになったと言えると思うんですよね。だからこの地味な練習も、普通の陸上選手がやったただの練習だけど、俺にとってはすごく意味のある練習だって思えるし、それを YouTube で見せることは意味があると思うので、俺は、負けた俺にしか見せれないものを常に見せていこうと、今年はね、敗者のメンタリティでやっていこうと考えてますんで、ぜひともね、この、負け犬のね、ストーリーを見て何かで感じたってくださったら、誰か一人でも、こんなやつがね、こんな負けたやつでも、なんか、能天気に暮らしてやがるぜ。じゃあまあやってやろうかなとか、まあ、下には下がいるんだなっつって元気出してもらえるような、そこがね、シダパンにしか見せれない YouTube の世界だと思うので、皆さん、元気出してください。下には下がいる、下にはシダパンがいます。俺はもっともっと、チャレンジしてね、泥にまみれて、絶対しかも結果を出していきたいと思ってますんで、来週も泥にまみれて頑張りますので、皆さん、ケツ叩いてください。よろしくお願いします。次回の、足が遅いシリーズも、ぜひとも活目してください。ではまた。